ば、カイトさんとレン君はお泊まり会の夜どんな話をしてたんですか？二人だけ別の教室で寝てたから気になってて。そうだな。ごめん。夜空を見ながらセッションなんてロマンチックだな。今度やるときは絶対私も誘ってくださいね。